皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。あるミュージシャンから薬物を持って来られて監禁されて、レープされて、暴力を振るわれた。画像、すごい。松本人志乱畜不倫飲み会、衝撃の馬乗り写真。元女優の若林志穂さんが、1月23日に X を更新。去年の11月12日に行ったライブ配信した動画をリポストする形で、 女優時代に大物ミュージシャンから性暴力被害を受けたことを激白し、話題になっている。若林さんといえば、人気ドラマ、天まで届け、シリーズ、t b s 系や映画、A 字などに出演していたが、9年に体調不良などにより芸能界を引退した。若林さんの動画によると、当時ドラマで共演した俳優兼ミュージシャンの、 N から再びオファーがあり1997年に再共演することに N からセリフ合わせをしようと誘われ N が暴力を振るうことで有名だったということもあり断り切れずに自宅に招き入れてしまったというその時 N はプレゼントがあるというとカバンから白い粉を取り出しガラスのパイプで吸い始めたそうですスポーツ指揮者 若林さんは配信で、N さんに薬物持ってこられて、監禁されて、レイプされて、暴力を振るわれて、最終的に、お前なんか芸能界にいられないようにボコボコにして海に沈めてやる。俺の周りにはそういうことできるやつがいる、と脅されました。それが3回くらいありました、と衝撃の暴露をしたのだ。N は1人で薬を吸っており、 若林さんは絶対にやらなかったという。撮影に入る前です。それで PTSD になったんですよ。せっかく芸能界を辞めて今いろんな闇が浮き彫りになる中、私はこの N さんだけは許しちゃいけないと。若林さんは N からの暴力などが原因で、複雑性 PTSD が発症したと明かした。若林さんは結局、 N さんが誰かは明かしませんでしたが、私の知る N であれば業界では女癖が悪く、特に共演者に手を出そうとすることで有名です。ある女優が N さんに誘われ断ると、その後、楽屋が隣だった N さんがどんどんと激しく壁を殴ってきて恐怖を覚えたと言っていましたよ。ベテラン芸能リポーター、N やダウンタウン、松本人志の件のように、 性的被害を受けた女性からの告白が続いている日本の芸能界でもシャープミートゥードミノが起きようとしているのかもしれないどこで思いますかコメントセクションをチェックして次のビデオを見てください